一人暮らしの人が借金をする理由第3位。ダンキー、今度泊まりで山登り行かね。しばらく旅行行ってないじゃん。いいね。どこ？ここちょっと家賃高いけど、ここが一番条件いいんだよな。旅行やレジャーのための借金と住宅のための借金、大体どっちも 10% ぐらいで第3位。第2位。はぁ、やっと引っ越し終わった。テレビ、冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機、ソファー、ライト、本棚。結構高くついたな。本当は車もあればよかったんだけど、それは無理かな。家具、家電、車などのための借金、大体 13% ぐらいの人がこれで借金するらしい。まあどれも必要やもんな。第1位。と、気づいたら口座の中1万しかない。あと月もあるのに、今日のご飯どうしよう。みんなどうやって節約してんだろう。日常の生活資金のための借金、大体 45% ぐらいの人がこれで借金をしてる。節約が苦手やったり、キャッシュレス決済でいろいろ使っちゃったり、嗜好品に使いづらい。まあ理由はいろいろやな。みんなはこれ聞いてどうやった？コメントで教えてな。